道南の森町でのイベントでゴーカートがコースを飛び出し子ども4人をはねました。このうち2歳の男の子が意識不明の重体です。今日正午前、森町のグリンピア大沼でゴーカートが観客席に突っ込んでけが人がいると消防に通報がありました。警察などによりますと、11歳の女の子が運転するゴーカートがピットに戻る際にコースから飛び出し子ども4人をはねました。この事故で2歳の男の子が頭から血を流し、ドクターヘリで病院に運ばれましたが意識不明の重体です。ピットインするということで基本的には低速になる場所だったので、フェンスがないというような状況。多分40キロぐらいはフェスタのようないか、40キロ、はい。今日は自動車販売店が体験イベントを開いていて、事故を起こしたゴーカートはイベントのために用意されたものでした。